皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは横山店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車はこちら、ポルシェ 991.1GT3RS で、車の紹介の前にちょっと今回はオーナー様についてちょっと触れておきたいなと、はい、そうですね。でこちらのオーナー様、数々いろんな車を乗り継いでらっしゃる方なんですよね。そうですね、うちでもう3台ぐらい乗り継いで、でそしてありがたいことにいろいろあのボンドから発信しているものもチェックしていただいて、そうですね、毎日ブログチェックしてもらったり、あとはライブ配信もしていただけるという、そうですね、はい。で今回のこのカスタマイズのきっかけがなんとライブ配信なんですよね。そうですね。でライブ配信でコメントいただいて、こんな感じのどうでしょう、あそれかっこいいんじゃないですかで実際こう今回カスタマイズ至ったということ で、 そうです、はい、そんな車を今回紹介させていただきたいと思います。でもう最初に言っちゃうと、もう手数は本当に最低限なんですよね。もう最低限です。もともと車が GT3RS めちゃくちゃかっこいいんで、はい、まあ、なんかいろいろパーツつけたと言っているよりかは、本当に今回これから紹介しますけど足元だけということで、そうシンプルに、はい、もう本当にシンプルイズベスト、はい、車高とタイヤホイールでもう急激かっこよくなるんだっていうのを、まあ、ちょっと今回再確認するような内容になってるんで、はい、ちょっとその辺を詳しくご紹介させていただきたいと思います。でタイホイールの前に、まあ、車自体これプロテクションが全面まず施工されてるんですか、はい、一応言っていただけると分かるんですけど、このバンパーもそうだしボンネットもそうだし、これヘッドライトも貼ってあります。ヘッドライトも貼ってある、ね、貼ってありますね、はい、この辺がしっかり施工されてる。でやっぱりこうスピード出る車じゃないですか、はい、でやっぱり車高も低いんで前からの飛び石も食らいやすいんで、まあ、この辺はもう浦和店でも人気メニューですよね。そうですね、まあ、できるだけスーパーカーとかスポーツカーは貼っていただくようにしてもらった方がやっぱり飛び石の軽減になるし、剥がした時には元に戻る可能性があるんで、はい、まあ、結構あの知らないうちに飛び石の傷なんていうのは受けちゃったりしますから、ね、そうですね、はい、やっぱりその辺やっていただけると、ちっこい傷でも直そうと思ったらやっぱ 何十万円したりとかもするんで、やっぱり貼ってて保護して最後にめくるみたいなまあ貼っとけば安心ですしね、はい、で特にあのシルバーってこう飛び石とかなかなか見えにくい車種色ではあるんですけど、はい、まあ、貼っていただいた方が安心かなと。あと特に GT3RS、さっき横浜さんも言ったけどステッカーなんで、この辺もきっちり貼れるのは割といいところなのかなと、ね、はいはい、こんな施工が今回してあります。で、あれこれ加減もできるんですよね、まあ、予算だったりだとか、そうですね、まあ、その使用用途に応じて、まあ、今回の車は今回全面全面もう横も後ろも全部貼ってあるみたいなんですけど、車によってはこのバンパーだけとか、そうですね、前回りだけっていうメニューもあるので、まあボンネット、バンパー、ヘッドライト、フェンダー、あとドアミラー、このセットまでもある。それがやっぱよく売れるかなっていう。であとはヘッドライトだけになってもできるんですよね。できます。で特にヘッドライト最近の高いじゃないですか。高いです、もう本当に50万100万とかザラなんで、はい、まあ、最初に貼っといていただけるとそういう傷も防げるんで、はい、まあ、これ動画で本当に何回も何回も紹介してますけど、何回も言ってますね、ポルシェもまあおすすめのメニューになっております。そしてじゃあ早速足元行きましょうか。もう今回これに尽きるという、これだけです。こちらですエール13の109R、はい、020.1 でしたっけ。そうです、はい、っていうちょっともう複雑な記号みたいな名前なんですけども、これ本当やばいの持ってきたなと思ってただ本当に似合う車似合わない車の差がもうあまりにも激しいんで、僕もこの新作が出た時にこれハマる車ってこの人の車しかねえなと思って、もうすぐ提案したんですよね。でもちろんそのもう似合う似合わない車でもありますし、多分好き嫌い、あとはその完成したものによるその賛否も多分あると思うんですよ。そうですね、僕のもう個人的な感想としてはとんでもない組み合わせを入れてきたなっていう。でこれ一番新しいデザインなんですよね。そうです、エルサジンの中で、はい、でこれがすごくクラシック回帰してるデザイン、はい、最近アメタン、僕も最近アメリカに行かせていただいて、まあ、いろんなそのメーカーの人と話聞いたりとかしましたけど、全体的にちょっとそのトゲトゲしたデザインがやっぱりこう行き詰まってる感みんな感じてて、そうですね、割とこうスタンダードのデザインのかっこよさをこう再確認するようなものだったりだとか、まあ、あとはそういったクラシックなデザインに回帰してる。そうですね、まあ、昔の車の
デザインというか、こういうレーシングカーのレーシングカーのデザインですね。でこれあの調べたらポルシェ の, あの935、はい、あのノーズがこうスラントになってて後ろがこう長くなってるやつ、あれ の, そのデイトナの24時間に走ってた車が、はい、まさにこれのベースになってるエアロディスクのホイールを履いてるんですよそれが黒金なんですけど、はい、まさにこのメッシュデザインの、はい、であれ BBS 製 の, そのエアロディスクなんですよね、はい、でハブのところにこうボルトでくっつけるやつ、ちょっとインサートでそれ入れてみます、はい、それをまさに現代版にこうリバイバルしたというか、はい、のデザインになってるんですね。これ分かりますこれは分かる人にしか分からないと思う。いや本当そうですよね。だからそれをあの当時見てきた人とか、ね、もしくは好きな人からしたらこれとんでもないのを入れたなとでもちろんその太いスポークのやつだったりとか、はい、最近流行り の, そのトゲトゲしたやつもすごくかっこいいと思うんですけど、はい、やっぱりちょっとみんな最近そこに行き詰まってる感とか違うものを求めてる人たちもやっぱり出てきてるみたい で,、まあでね、今回アメリカ先週行かせていただいたんですけど、はい、いろんなメーカーの人と話させてもらっていろんなところでやっぱりそういう話も出てました、はい、ちょっとクラシックなものをどんどんこう取り入れたりとか、はい、まあ、あとスタンダードなもののかっこよさ の, その再確認みたいなものを今後ちょっとやっていきたい。そうですね。でそこのもうど真ん中だった、はい、でこれデイトナの935で検索すると、はい、これの黒この溝のところが金のやつがよく出てくるんですけどあの黒黒もあったんですよ。でもまさにもうこのボディカラーGT シルバーメタリックもう割とこうクラシックなあのシルバーの色じゃないですか、はい、でそれにこのホイールもうとんでもないの本当に70年代80年代そのレーシング見てきた人からするとこうドンピシャのやつ。まあそうですね。でなおかつそこのやつをそのまま持ってきちゃうと車の年式とこのホイールのイメージって合わなくなっちゃうと思うんですよ。まあそうですね。足元だけすごく古臭くなっちゃう、はい、でそれがこの AL13 でこれめっちゃうまくなんかデザインされ直してますねちょっと外周部がこうエアロディスク風にここ穴が開いててでこっちがもう思いっきりもうクラシックまんま。そうですね。でこれ溝が掘ってあるこのメッシュのデザインなんですよ。でこれワンピースなんですよね。ワンピースだもうみっちりこのアルミのコアをこういう風に削り出してでなおかつセンターロックというで本当は後ろにカーボンディスクともうギリギリまでのブレーキが入ってるんですけ ど, なるほど全く見えないっていう GT3RS なんでカーボンセラミックのローターとこのどでかいキャリパーがあるのに全く見せない。全く見せない。あの普通見せたいですけどね全く見せないという。そしてあのこれホイールの特性上あのちょっと重量に関してはめちゃくちゃ軽量に作ってあるかっていうともちろん抜いてないんでまあ、そんなすごく軽量なホイールではないんですよね。そうですね。重いですはっきり言って。ただなんかこのすごくおしゃれさとなんか昔を取り入れたこの感じであの行くときは履き替えてどっか行ってんだろうな感をちょっと僕感じましたサーキットとか行くんであれば別のタイホイールとか履いて多分乗るんだろうなっていうそんな感じさえ感じさせるという。でサイズ的にはこれ純正と変えてないですよね。変えてないです。もうそのまんまサイズです。なんで純正のそのまんまカップ2 265-35-20 をそのまんま付け替えてるっていう、はい、だこれデザインがいいからかなんか全然このタイヤの厚み感じさせないんですよ、うん、はい、そうですね。あとはそのここがこう多少ショルダーが丸くなってても全然こうボテッとしてる感じがしない、はい、すごくまとまりがいいタイヤホイールになっております。あとでこれ、はい、この色を、はい、まあ、今回はこの AL13 のこの部分だけしか色入れてないんですけど、はい、通常ここも全然色入れ、ここ入れられるんですか。入れられるみたいなんですよね。え、じゃあ黒金やりたいじゃないですかいや俺最初は、はい、あのフルポリッシュでどうですかみたいな話もしたんですけど、まあ、それだったら、まあ、まあちょっと車にちょっとイメージが違うかなって、はいはいはい、やっぱもうこのここはちょっと男らしくマットにこれフルポリッシュにしたらもう1周どころか30分ぐらい回っちゃってる人になっちゃうんですねでもそういう可能性もいろいろ秘めてる。そうですね。なので、まあ、色替えは全然、うん、ここのくぼみも全然入れられますし、うん、なるほど、はあ、じゃあもう可能性はだいぶ無限大なホイールですね。そうですね。なのでさっきツッチが言ったようにこう金入れるだけでも全然く、うんうん、そのホイールのイメージもすごく変わるんで、確かにちょっと本当に面白いホイール、うんうんうん、これからちょっとあのいろんなものが提案できそうなこんなホイールが装着されてます。で今回車高の方はこれどんな感じで下げてるんですか。もう純正のホイールオーバーがついてるんでもうそれちょっと下げて、じゃあ純正のその調整値の範囲内で低めにセットしてあると、まあ、はい、まあ、これでもまだ
もうちょっと下げられるんで、結構まだ上がってる方っていうか、はいはい、その辺はじゃあ日常使いだったりだとか、そうですね、はい、あんまりそのすごくカッコつけてる感ない、はい、ちょっとこう司令と乗ってますよっていう感じで、そうですね、はい、まあ、絶妙な車高にしてある。まあリップも結構低いですしね。そうですね、あんまりこう、まあ、一応リフターついてるんでこの車、まあリフターあればこのぐらいの車高でも全然街中乗っていけるんで、あんまりベタベタにしちゃうとこう若者感というか、ちょっとやんちゃな感じも出てきちゃうじゃないですか。でまあ調整に関してはまあ細かくできるんで、はい、その辺ご相談いただければいろんなものがご提案できるんじゃないかな。あとはもう車がとにかくかっこいいですよね。かっこいいです。そしてプロテクションも全面で、これドアのこことかも貼ってるんですね。もう全部貼ってるんですね、この内側とか、はい、でシルバーは目立ちにくいですけど結構ここ爪が当たったりとか、そうですね、そこはやっぱ傷だらけなるんで、はい、この辺なんかも、あとポルシェここストーンガードついてて、はい、色が変わっちゃうの定番じゃないですかであの純正で使われてるこのストーンガードのフィルムのあの質があんまり良くない。そうですね、黄ばんでくるっていうか、黄ばんできちゃうんですよね、はい、でこのシルバー系だったらまだいいかもしれないですけど、白系のボディカラーだと、はい、もう真っ黄になっちゃうんですよね。そうですね、だその辺をちょっとこうリフレッシュする意味合いでも、まあ、ちょっとプロテクション貼るなんていうのはいいのかなと、うん、そして後ろも、後ろまたちょっと表情が違いますね。そうですね、前が20で後ろが21なんで、なんでまた1インチ大きくなって印象が、迫力が出てます。でこれコンケーブはおおよそ一緒ですか。少しあれですかね、ちょっと入ってるかな程度、少しだけこうすり鉢状に内側に入ってってる。まあもともとセンターロックなんでそんなにこうコンケーブ出せないんで取らない感じだと思うんですけど、こんな感じで、これすごいな本当にこれもっとひねって例えば前後で違うホイールとか、まあそういうのもね、昔はよく前だけ AR デスクだったとか後ろだけ AR デスクだったとかありましたので、名古屋のあの井村店長が SVJ なんか作ってましたけど、 まあそんな組み合わせも結構いいんじゃないかなと、はい、こんなで後ろももちろん使い回しですよね。使い回しです、はい、なんでタイヤ代があの別途かからないっていうメリットも、まあ、この辺のデザインだとあるのかな、はい、あとは今回の車は後ろも全部プロテクションが張ってて、マフラーが一応車外になってると。そうですね、はい、まあ、この辺は大人の事情がないのちょっと言えないです、掘り下げないと思うんですけど、すいません、はい、こんな感じになっております。じゃあ最後になりますけれども、はい、今回の車だいぶ強烈だった気がしますで正直やっぱり賛否あると思います。で僕も初見で見た時はおっていう方が大きかったです、はい、ただこう遡ってって、あれこれそういえばクラシックのデザインなんだよな、いろいろ調べてて935が出てきて、はい、これと同じのあるじゃんってなってくると、ものすごいなんか深いところでなんかこうつながりを感じたりだとか、で今結構本当にさっきもちょっと途中で話しましたけど、いろんなホイールが出てきて、はい、こうデザイン的にちょっと行き詰まってる感出てきて、クラシックに回帰したりとかスタンダードなホイールっていうのが今再注目されてるんで、まあ、今後かなり見逃せないんじゃないかな。そうですね、なのでやっぱホイールだけでこんなに車が変わるんで、もうちょっと悩んでるんだったら一回相談してくれたら、こういうのもありますよ、こういうのもありますよっていう提案がもう全然いっぱい無限大にできるんで、あの黒ボディの黒金が見たいです、はい、もう935そのまんまのやつ、いやもうこれフルラップしてもらって色入れるしかないですね、はい、まあ、そんな提案できると思いまして、あと意外に GT3RS ってあのいじり用があるんですよね。そうですね、もう全然足回りもありますし、全然あのカーボンパーツも結構テックアウトからも多く出てるんで、もうそれもつけたら全然また印象がすごく変わるかなと。この辺の樹脂パーツが一通り出てる感じですかね。そうですね、リップだったりこの辺のダクトだったりだとか、ね、横のダクト、まあ、その辺なんかのカーボンパーツも出てると思いますので、まあ、トータルで、はい、まあ、走りのパーツなんか本当にそれこそ無限大ですからね。そうですね、はい、横浜店長の方からいろいろご提案できるんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。